今回はヤーマンのミーゼスカルプリフトアクティブについて紹介します。セット内容はこの通りです。このスカルプリフトアクティブのパッケージの裏面にはこの通り安全に関するご注意が記載されてます。この点については命に関わるポイントであるためしっかり確認しておきたいところです。本体を見ていく前にまずは取扱説明書から簡単に紹介します。このスカルプリフトアクティブはスカルプリフトの取扱説明書の内容とほとんど違いはありませんが、いくつか違いが見られました。その点について簡単に紹介します。まず一つが使用になる前にという点で注意という部分に、充電端子に水滴などがついている場合は綿棒等でしっかり拭き取ってくださいという内容が追記されています。追記されていることからも非常に重要なポイントだと思います。本体の端子部分やブラシのこの部分、あとは充電台のこの電極、これらについてはしっかり水分を拭き取ることが重要です。そしてスカルプリフトアクティブはレベル調整が6段階になっています。そしてよくあるご質問ということで、スカルプリフトにはなかった項目が追加されています。 EMS の刺激は一定ではなく、EMS とマイクロカレントの出力が交互で切り替わっています。そのためほとんど刺激を感じないマイクロカレントと刺激を感じる EMS が交互に繰り返されるような仕上がりになります。これはスカルプリフトでも同様の仕様です。そして部位によって EMS の感じ方は同じレベルであっても違うことがあります。そのため部位に合わせてレベル調整できることが非常に重要になります。使用目安はこの通りです。こちらが使用ガイドということで、スカルプモードとフェイスモードの使い方が紹介されています。裏面には EMS を感じにくい場合はということで、以下のようなポイントが紹介されています。スカルプリフトアクティブは6段階のレベル調整ができる上に EMS がパワーアップしているため、刺激を感じにくいことは少ないとは思いますが、このような点に注意することで刺激を調整できる場合があります。そしてこちらが充電台で、このように USB につなぐことで充電ができます。そのためパソコンなどでも充電ができます。これに取り付けて電源コードから充電も可能です。スカルプリフトアクティブを確認する上で、このスカルプリフトとも比較しながら紹介したいと思います。スカルプリフトとスカルプリフトアクティブの大きな違いは3つあります。1つ目がこのカラーの違いです。ホワイトのスカルプリフトとこのニュートラルカラーと呼ばれるシックなスカルプリフトアクティブ、スカルプリフトアクティブはニュートラルカラーで男性にも使いやすいカラーに仕上がっています。で、2点目が EMS のパワーがアップしていることです。フェイスモードで 1.4 倍、スカルプモードで2倍になっています。3つ目が6段階のレベル調整ができることです。刺激する場所に合った EMS に調整がしやすいです。で、このブラシがフェイス用のブラシです。このようにかなり柔らかい仕上がりになっています。で、この下のボタンを押すと電源が入ります。上のボタンでこのようにレベル調整ができます。今がレベル4、レベル5、
レベル6。レベル6が最大です。フォトケアの赤いランプ、赤い LED もつきます。で、この下のボタンをもう一回押すと、このように振動をプラスすることができます。もう一回押すと振動が止まります。これらの機能自体はスカルプリフトと一緒です。長押しすることで電源オフにできます。アタッチメントはこのように磁石になっています。こちらがスカルプ用のブラシです。スカルプ用のブラシは非常にしっかりしたブラシになっています。そのためしっかり頭皮にアプローチできるような仕上がりになっています。操作自体も先ほどのフェイスと同じです。スカルプは EMS が約2倍になっているため、以前よりも刺激をより感じることができます。このように簡単に使い分けて使用することができます。スカルプリフトアクティブは幅広い世代の方に使用できる仕上がりになっています。以上がスカルプリフトアクティブの紹介でした。